コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、呪術廻戦、そちらの劇場版公開が始まりました。はい、それでね、劇場行きまして購入してきたグッズですね、そちらをご紹介していきたいと思います。はい、では早速ね、何を買ってきたかっていうのをご紹介したいと思います。まず一つ目、まあでっかいやつ、でっかいやつはこちら、呪術廻戦ゼロ B2 ポスター B 図柄ですね。はい、この図柄キービジュアルですね。はい、660円で B2 だから安いと思うんだけどね。うん、なので買っちゃいましたね。はい、で続いてこちら、はい、こちらは何ぞやっていうことなんですけれども、はい、ポストカードブックですね。はい、14種類あります。それが660円と、はい、お買い得かなと思うんですけれどもね。はい、こちら購入しました。はい、でお次はこちら、はい、メダルですね。はい、うん、普通にメダル700円。これだいたいアニメのやつって売ってますよね。はい、要は記念品みたいな感じかな。うん、とりあえずっていう感じで購入しました。はい、で続いてこちら、はい、こちらはですね、チンチングした時期、はい、440円。この図柄にこうね、はい、理科が浮かび上がってくる、はい、こういうチェンジング、はい、で続きましてがこちら、チョコリンマスコット劇場版呪術廻戦ゼロ、はい、こちらのミニフィギュアが1個入り、専用台座入りっていうことでね、こちら一つだけですけれども購入しました。はい、ラインナップがね、まあ後で、まあ、これ開封、ブラインドものはね、全部開封していきますんでね。はい、で続いてこちら、はい、メンコ風コースター330円、全6種。はい、こちらですね。続いてがこちら、ツーフェイスアクリルキーチェーン全8種。はい、こちらが1個。はい、というよりね、こういうねグッズはね、一会計に1点のみなんですよ。はい、まあ複数欲しい場合は並び直してくださいっていうことだったんでね。はい、こちらは1個購入しました。はい、で続いてこちら、はい、和紙缶バッジ、はい、一応並び直して2つ購入しました。はい、どうしてもこの五条先生がかっこよさげなんでね、これ欲しくて、まあ、とりあえず並び直しで2つ購入しました。で続いてこちら、はい、チェンジング缶バッジボリューム3っていうことでね、まあイラストが変わる缶バッジ、はい、こちらに五条先生がいるんでね、うん、でこちらもね並び直しで、はい、2つ購入しました。はい、あともう一つがこちら、ダダン、はい、でかいアクリルスタンド、はい、こちらのね乙骨1100円。こちらを買いました。でこのねアクリルスタンドなんですけれども、私乙骨しか買わなかったんですけど、なんで五条先生買わないかっつったらね、もう売り切れてましたねはい、もう朝10時ちょうどぐらいに現地着いて行ったんですけれどもね、もうすでになかったですね、五条先生だけ。他はあったんですけれども、なのでとりあえず三好の乙骨だけを買いました。はい、
最後がこちら、はい、呪術廻戦のパンフレット特別版ですね、はい、こちらを購入しました。こちらね、まあネタバレするんで見せはしませんが、後ろの方にねグッズ紹介があるんで、これ後ほどね、別の動画としてご紹介したいと思います。でその帰り道にねローソン寄ったんですけれども、そしたらなんとね、はい、抹茶ラテの五条先生とゲトーがあったんですよ、はい、奇跡的に。しかもこの2つしかなかったですね。前回は善意巻きと犬巻きの2つしかなかったんですけども、今回は五条先生とゲトー、この2つしかなかったですね。思わず買っちゃいましたね、すぐね、はい。でまあ呪術廻戦と全く関係ないんですけれども、あのちょっと劇場に設置してあるねフライヤーの方行きまして、こちらをゲットしました、はい、悪く思うだよ。ドラゴンボール来年4月公開しますね。これもめっちゃ見たい、はい、レッドリボン軍復活、そしてゴハンとピッコロが今回は活躍するみたいですね。でパンちゃんがいるって、はい、こちらも期待したい、はい、鳥山明の完全新作、はい、こちらも楽しみにしたいですね、はい、ではねブラインドものだけ開封していきたいと思います。もう1個ありました、はい、こちら、フレームマグネット、こちらちょっとねご紹介し忘れてました、はい、こちらも開封します。はい、では早速ねこちらから、はい、開封していきたいと思います。メンコ風コースター、はい、まあ、もちろん狙いは五条先生なんですけれども、まあもちろんね乙骨犬巻下等も狙ってます、はい。そういう時に限って全員巻きかパンダが来るんですよね、はい、まあ、もちろん推しの人には申し訳ないんですけれども、はい、とりあえずこちら開封しましょう。はい、ではいきます。頼む五条先生来てくれ。せーの、やったすっげー来た先生、きっと一発狙い。後ろは何もない、ね、うん、本当に紙製のコースターって感じだね。うわぁ、このね、五条先生のマーク、リークが。いやぁ、本当に来ると思わなかったぜ。6分の1やったね、幸先。はい、続いてね、こちらのフレームマグネット、こちらもね全9種類で、まあ要は場面場面ですね、アニメのね、はい。まあこの五条先生が欲しいけれども、うん、これは9種類あるからね、しかも1個しかないから確率的にこれで当たったらもうやばいね、はい。じゃあ早速いきましょう。せーの、あ、そっか裏か、はい、いきます。せーの、あ、イタドリ、普通にイタドリでしたね。いやでもこれなんかよくできてるな、うん、フレームの中に絵が入ってるって感じですね。これいいね、これマグネットだから貼り付けれるね、うん、これはいい。続いてはこちら、ツーフェイスアクリルキーチェーン、こちらも全8種、まあラインナップ的にもね、やっぱ厳しいね、これもね8種類か、はい、こ
上前線狙いでいきましょう。はい、いきます。せーの、まあ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 、全員巻きか。まあ、こういう感じですね。はい。ツーフェイスということで、表と裏で違う絵柄ってことですね。はい。いや、これ外したなぁ。まあまあまあ、そんなうまくはいかないよね。はい。では続いてはこちら。和紙缶バッジ。はい、こちら2つありますけれども、全11種なんでね、さらに種類が増えたんで、出にくいな。これで引けたら奇跡だな。はい。はい。では行きます。これはなんだ？これは普通の紙か。はい。行きます。せーの。ああ。まあまあまあ、両面少な。いいね、でもこれでも。ああ、ちゃんと和紙なんで、なんか紙っぽい質感のやつですね。はい。両面少なだったらいいか。はい。はい。では2個目、いきます。来てください、五条先生。せーの。イタドリ。はい、イタドリでしたね。でもいいね、イタドリと両面すか。はい、まあ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 、でもいいね、このイタドリのイラストいいな。はい、続いて開封するのはこちら、チェンジング缶バッジ。もう校長先生、これめっちゃ良さげ。いや、これも全8種で2つしかないからね。いや、これは難しいかな。はい、では行きましょう。はい、では行きます。せーの。ちょっと待って、引っかかるな。せーの。あー、ナナミンでもいいね。すごい、メガネ外したイケメンおじさん。イケメンナナミいいね。はい、ナナミだったからよかった。はい、続いて2個目、頼む、来てください。いきます。せーの。うーわ、超高でした。いや、外した、これ完全な外れですね。いや、よりによって上高か。あー、外した。ではブラインド最後、こちらのチョコリンマスコット。はい、こちらを開けたいんですが、こちらね、全4種なんで、一応乙骨とリカちゃんと五条先生とゲド。はい、これは、まあ、何が出てもいいかなとも思いますけれどもね。まあ、でもやっぱり五条先生が出るのが一番いい。はい、では早速開封したいと思います。はい、ではいきます。頼む、五条先生、来てくれ。せーの。10秒経ったら戻っておいで。大丈夫、僕最強だから。来た、五条先生来た。一発できたぜ。やったね。ちょっとこれ組み立ててみましょう。はい、こちら。いや、いいね、かわいいね、ちっこくて。
これいいね。校長先生、いやこれはいい、やったぜ校長先生。はい、という感じでね、ブラインドもの開封してきました。いやまあ総合的に考えて五条先生2つは出てくれたんでね、うん、いいと思います。はい、まあ結構ね、初日の午前10時に行ってもね、結構物販コーナーいっぱいいましたね、人がね。しかもね、ほぼ女性でしたね男がいなかったな。いても一人とか、あとほぼ女子だったね。やっぱ女子人気高いね。はい、ということで今回はね、以上とさせていただきたいと思います。まあパンフレットの後ろの方のね、このグッズ紹介とかのページはね、次の動画でお見せしたいと思います。ということで今回はこれにてお別れしたいと思います。チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。